シュトゥルクリの一例、シュトゥルクリはスロベニア料理の伝統的な料理であり、パン生地と多彩なフィリングからなる。この料理はロール状で揚げたり焼いたりして幅広い種類のフィリングで挟まれるものである。シュトゥルクリは伝統的に特別な行事で振る舞われてきたが、今日ではスロベニア全土において毎日の食卓で最もよく食べられる家庭料理の一つとなっている。 シュトルクリの調理が最初に記録されたのは1589年と言われ、グラーツの荘園にいたある料理人がタラゴンを挟んだシュトルクリの料理についてのレシピを書き下ろした。17世紀になると都市近郊に住む13階級の祝祭料理になり、19世紀に入って田舎の家庭料理として広まっていった。日常の料理に組み込まれたのは20世紀になってからである。 最もよく使われる材料は、ペーストリーと小麦粉であり、卵、食用油、ぬるま油、塩を混ぜて作られる。混ぜた後、パン生地を薄い層に伸ばす。フィリングは甘くて香りの良いものが好まれる。最もよく使われるものに、リンゴ、クルミ、消し粒、カッテージチーズ、タラゴンがある。選んだフィリングは、パン生地の表面に広げられ、パン生地はロール状に巻かれる。 代わりに材料の中にカッテージチーズを混ぜてパン生地としたものでシュトゥルクリを作ることもある。シュトゥルクリは蒸したり熱湯の中で茹でたり揚げたり焼いたりされる。シュトゥルクリは肉とグレービーソースかパン粉のソースと共に出されることが多い。ウィキメディアコモンズにはシュトゥルクリに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。